こんにちは。ご質問いただきました。えー、っと、こういうふうなご質問ですね。前に Google マップを活用するととても良いなどのお話をされてたように思うのですが、どのようなお話なのか知りたいのですが、ということでございました。えー、っとね、いろんな話をしたんでね、えー、っと、Google マップを活用すると良い点っていうのは、まあ、本当に無数にあるんですよ。例えば、自分の行ってみたい場所があるじゃないですか。Google マップで、 えー、設定すると、そこまでね、ナビをしてくれるんですよね。それが、車のナビとか、あの、歩きのナビとかね、交通機関を使ってのナビとか、様々選べるんですよ。ですんで、えっと、カーナビなんてのはもういらなくなったみたいなね。まあ、そんないいことがあるんじゃないかなっていうこととか、あとね、Google マップには、たくさんの方がね、写真を投稿されてますので、より詳しく、自分の目的地とかね、 興味のある町の状態、場所の状態ってのを知ることができるということもありますね。その他にね、いっぱいいいことあるんですよ。もうあげればキりがないんで、うん、まあ、どういうことを求めているのかを添えてご質問いただくと回答しやすいんですけどね。うん、例えば、ビジネスにそれを活用しようとしている人っていうのは、まあ、Google マップに自分のお店の情報とか会社の情報を 埋め込むこともできますよねそうするともうすでに、えー、Google マップににより集客が可能になってきますこれを発展させて自分の情報とか自分の商品を知らせたい方っていうのはえっ、ー、と Google マップにね口コミ機能っていうのがあるんですよ口コミ機能っていうのはまさに自分が行ったことのあるお店とか行ったことがある場所とかの口コミを書くんですけども行ったことがない場所でもね書けるんですよ別に、まあ、ですんで例えば私が「 東京タワーに行ったこととがないとしますよねでも東京タワーのこう口コミをいつか行ってみたいですみたいに書いたりね架空で行った時はこうでしたって書くわけですよ。そうするとね Google マップをご利用されてる方が見る可能性が非常に高くって、えーまあ、そこにおいて自分の商品をま紹介するとか自分の紹介したい特定の URL に誘導するみたいなことは起きやすいんじゃないかなと思うんですよ。 他にもそうですね。いや、いっぱいありますね。いっぱいあるんで、えー、どんなメリットを享受したいのかってことを添えてご質問いただくとありがたいかなと思っております。ちなみに、Google マップの、うん、口コミ機能をね、書き続けると、ローカルガイド認定っていうのが Google の本社の方からしていただけます。レベルは1から10まであって10がマックスなんですけども、レベル10になるとね、うん まあ、特にいいことはないですけどね、別にね、有名になるってことですかね。あの、日本にまだ100人もいないんで。で、レベル5以上になると、Google の本社から招待状が来て、旅費と滞在費は Google 持ちで、Google 本社の見学ができるということになっております。英語から、ね、もしね、大丈夫な方は、こういうのも目指してみるといいんではないでしょうか。以上かな。まだ他にもありますけども、まあ、一旦、このぐらいにしていきましょうか。 ご質問ありがとうございました。